科学漫画サバイバルシリーズとは、韓国のアイセウム社から出版されている学習漫画のシリーズ。韓国内外で発売されており、2011年の時点では韓国だけでも100万部を突破するベストセラーとなった。日本では2008年2月より、朝日新聞出版から発行されており、口コミから人気が広まった。2021年6月時点で、 日本国内でのシリーズ累計発行部数は1100万部を、世界でのシリーズ累計発行部数は3000万部を、それぞれ突破している。口述の姉妹シリーズについても、本稿で扱う、オールカラー漫画、B5 編版な未成。いずれの作品も厳しい状況でのサバイバルを題材としつつも、下ネタなどを織り込むなどして、子供が読みやすい工夫がなされている。ページの途中で、 生物や自然の紹介などが書いてある。花韓国語教育研究会、早稲田インテル R などが翻訳している。作品名にはそれぞれ〇〇のサバイバルと表記している。パイロット版となるウェブアニメと劇場アニメが公開されている。主要キャストは同一。東映アニメーションの制作でアニメ化されることが決定し、2019年3月29日に、 東映アニメーションと本作品それぞれの YouTube 公式チャンネルでパイロット版映像が公開された。スタッフ第1作シリーズ第17弾人体編のアニメ化作品人体のサバイバルが2020年7月31日に公開された。同時上映は特撮作品ガンバレれはロボコンうらら恋する汁なし担々麺の巻スプリンパン前へ 進もう。MX4D 版も上映。キャッチコピーは、迷い込んだのは人体の中いざ、大冒険の旅へ。所長役で、竹中直人が声を当てる。スタッフ主題歌、第2作、深海のサバイバル。が2021年8月13日に、東映漫画、祭りの一作として公開。同時上映は、映画お尻探偵、スフーレ等の秘密。 リサイクルズー。ゲスト声優は、オペレーター役の伊沢拓司、本博士役の山口勝平。スタッフ主題歌人体のサバイバルに関するカテゴリー、深海のサバイバルに関するカテゴリー。ありがとうございます。